ロストメモリーズは韓国で2002年2月に公開された SF アクション映画。日本では2004年3月に公開された。主演はチャン・ドンゴンで中村トールも準主演で出演している。日本による朝鮮統治が継続しているパラレルワールドを舞台に日本が大政悪として描かれている映画だが中村が演じるのはステレオタイプな悪役ではなく、 家族を守るために親友との戦いに挑むという悲劇的な役柄になっている。原作は占い、王家はじめの SF 小説、法役大、形状、昭和62年悲鳴を求めて。ただし、日本による植民地統治が継続しているという舞台、設定以外はほとんど別の物語となっている。1909年10月26日。 安重根によるハルビン駅での伊藤博文暗殺が失敗。初代朝鮮総督に伊藤が就任。その後、朝鮮人による独立運動やテロは寒布なきまでに弾圧される。満州問題で意見の一致を見た日米は同盟を結び、原爆はベルリンに投下され、大日本帝国は第二次世界大戦の勝利によって東、アジアを統合。 1960年に国連の常任理事国入りを果たした。大日本帝国は1965年に人工衛星桜1号を打ち上げ、1988年に名古屋オリンピックを開催、2002年にはサッカーワールドカップ単独開催と、そして朝鮮は植民地統治の成功によって完全に大日本帝国の一部と化し、形状は東京、 大阪に次ぐ、大日本帝国第3の都市として繁栄していた。2009年、京城府内の伊藤会館で行われていた、井上財団の美術品展示会場で催されていた、パーティーに、朝鮮独立派テロ組織が乱入、客を人質に立てこもる。事態を重く見た朝鮮総督府は、日本捜査局に出動を命令、主人公の坂本正幸とその二の親友たる、 西郷進む次郎の二人も休暇返上で駆けつける。事件は、ジャビーの圧倒的な火力で解決されるが、その際に、当該組織のメンバーが命がけで守ろうとした古代、造形品があり、その捜査を坂本と西郷が任される。しかし捜査を進めるうちに、第二大朝鮮総督、井上の遺産で作られた、井上財団の安部、同じく捜査官だった、坂本の父親が関わった。 過去のテロ組織の事件、さらには伊藤博文暗殺失敗につながる大日本帝国史100年を揺るがす陰謀が姿を表してくる。和日本語、吹き替えキャスト、ロストメモリーズの大日本帝国作品世界では、大日本帝国が東、アジアを統合し、朝鮮もその一員として経済発展を遂げているという設定。日本語で埋め尽くされた形状死害や CG で、 再現された朝鮮総督府庁舎をはじめとして、随所に次のような映像が見られ、日本化した朝鮮を視覚化している。また、漢字表現について、少々難があるものの、韓国人俳優たちも、作中の公式な場では日本語を話し、朝鮮民族が朝鮮系日本人と呼ばれるなど、世界観構築についての努力が多い。2002年、この作品で、中村は韓国でも、 最も名声の高い大金賞助演団優勝を外国人で初めて獲得した。ありがとうございます。